高山さん、個人的なことを言わせていただくと、うんうん、高山さんご自身は今は組におっても、うん、あのご子息はさせてないわけでしょ。肩ですよ、ね、全部 やっぱり辞めさせてるわけでしょ。辞めてるって初めから全然関係ないでしょ。ないでしょ。ないでしょ。ちょっと子分たちというか、まあ、組の方たちにもですね、うん、そういう道を歩ます方向っていうのがある。いや、これはね、わしはね、はっきり言うて組のね、今の代名の4代目ですよ、わしは。初代と違いますよ。だから今の議員との高橋さんみたいに自分が作ったもんやったらどうでもできますわ、はっきり言うて。わしらね、大名を受けたもんはね、そういうわけにいかんと思いますよ、はっきり言うて。大名を継いだもんはね。から俺一切でなら、あの山口の5代目やったらね、死んだとこやんだ、どないし、その解散すると言えばんの。だから世の中の形で。ただあの、片木のその息子さんですか、娘さんでしょ。それも警察はなんか、極度だというふうなこと。いや、やってますよ。せやから、うちの今のこの糸満の事件でね、何もね、金を貸して、小早川に金を貸したから言うてね、家へ家宅捜索行くんですよ。うん、ありましたね。ありましたの、ね、これ2回ありますよ、こんなこと。うん、わしの息子やと思って。た、う、だ、ん、ね、そんなところじゃなくて、その息子さんのところに来るんですか。いや、わしが一緒に住んどるから。ああ、そうそう。それから、それもね、息子の部屋だけしてくれても、全部やりますよ。うん、買いに。ほ、うん、それもね、そんな先生ね、うん、これはっきり言う参考人としてね、5時間もロジックマン引っ張られて、大阪も行き、これ両方でね、参考人で、分かった参考人で引っ張っといて、片言の島でね、こんな普通のことできますか、これ、帰り。何の意味もないことするわけだ。ほんで表にね、それは150人からあの警察を呼んでね、わぐわぐアドバルーンあげるわけでしょ、帰り。いや、ただね、だからこそ、せっかくその高山さんが、その息子さんを、その片木にされるならば、うん、なんとかしてね、まあ、組員の連中を肩にするように努力した方がいいんじゃないですか。いや、それは、ね、そしたら警察は表彰状もんじゃないかな。いやいや、それは高山さん無理ですよ。ってことは、あの高山さんの息子さんは初めからヤクザじゃないわけですよ。ね、で高山さんのところに来る若い衆は初めからヤクザで来るわけですよ。今横浜に藤木企業ってあります。これは有名の、 あの親分はね、仙台は藤木幸太郎さんって有名の親分ですよ。しかしその息子さんは立派な実業家です。ヤクザとは全く縁がありません。そして今はもうかなり大きな実務やってますよ。だからその人とね、本質的にもうヤクザでない子供もいるわけですよ、ヤクザの息子さんでも。しかしそうじゃなくて、初めからドロップアウトをしてきた人とね、うん、一緒にして、あんたの息子さんもね、あのヤクザにしなかったんだから、こっちの人もヤクザにしなきゃいいじゃないかってことは論理は成り立たないと思う。いや、だから一応